ビーースターズがどっかしましまたあの板橋バルさんパルさんっていうもともとバキを描いた作者の方の娘さんなんですけどあのやっぱそのなんだろうねあの全然バキらしさはないんですけどやっぱ優秀なんですよね初の作品なんですけど。 でその肉食動物と草食動物が、まあ、お互いに暮らしている社会なんですけどやっぱり肉食動物って肉食いたいよねっていうので,でたまにこっそり草食動物食ったりとか草食動物が自分の足だけを切って売ったりとかっていう裏でねっていうそういう社会の中でその肉食と草食がどうやって仲良くして暮らしていくかっていう話なんですけど。で そのなんかあの要はああのまあ肉食装飾っていうと人間社会と関係ないよねと思うんですけどその要は分かり合えないと思っている人たち同士でも分かり合える部分もあるしそこでじゃあその混じってると言われてる両方に行ける人たちっていうのはそれなりの苦悩があったりみたいな話で,で多分あれその,あのキャラクターが勝手に動き出す系の書き方をしているって書いてたんでそのキャラクター設定があってストーリーがあって多分本人もすごい楽しんで書いてたと思うんですけどそのまあ主人公が肉食の狼なんですよね。 で、その、オオカミなんだけど、その、まあ、オオカミって、まあ、その後、あの、あの、犬っていう生き物に変わったりするんですけど、あの、あの犬ってもともとオオカミが、あの,色々その、いろいろ人間に手なずけられて犬になるんですけど、でその犬の習性とオオカミの習性を一部持ってたりとか、で、その主人公のオオカミが、なぜか、あの、小物をおっとかけに、と、あの、育てられているみたいな設定だったりとか、あの、インドネシアに住んでる、その、毒を持ってるというようなトカゲなんですけど、そのトカゲ自体は実は毒は一切持ってないんですけど、その、口の中があまりに汚さすぎて、その肉食なんでそ、そのの肉を食べ 食べるタンパク質をのあのそのそ食べる細菌とかが発生しすぎて結果として毒のようになってしまってその何かの動物に噛みつくと毒が回ってしまうっていう、まあ、生き物がいるんですけど、まあ、そのあのおじいちゃんだったりなんかコモドドラがめちゃくちゃ臭いと思うんですけどっていうそのなんかの動物あるあるみたいなのもあったりせっていうあの漫画で最近終わったんで面白かったんで興味があったら読んでみてください。っていうか